サワイアンチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルでした。しゃ、はい、やってきてまいりました。こちらですね、代々木公園にございます、ストリートコート、聖地でございますね。はい、まあ、ちょっとこういうね、喋りはもうやめて、やめといて、企画を説明しよう。企画、ただのやばいやつだね。今日はあの僕らの格好見て分かる通り、ちょっとね、オタク意識して、はい、今日は服を着ております。で、なんで今日ね、このバスケットコートに来てるかというと、ちょっとね、オタクの格好をして、一般の方とね、ワンワンをやっていこうかなと。最初は下手くそなふりして、徐々に本領発揮していくっていう企画になっております。本当にヤンとやるとしたわけ。そう。でもちょっと僕、実はヘルニアでして、できないんですよ、バスケ。今日診察行ってきたからね。今日診察行ってきて、でもドクターストップ。ドクターストップがっつり、ガンゴリかかってるんで、ちょっと今日は僕よりやばいオタクを。うん、日本全国の最強のオタクを探しました。うん、登場してみましょう。日本最強のオタク、京之助さんでございます。はい、どうも京之助です。よろしくお願いします。はい、あの今ね、完全にオタクだと思われてますけど、ストリート界では知らない人はいない。今バリバリの芸人でございます。よろしくお願いします。今日ね、あのドクターストップかかったということで、はい、僕はね、お願いします。もうお願いします。もう完全にオタクがバッチリなんだ。俺ね、正直言ってこんな格好したことないね。今日相当重い。僕らもないです。あ、僕らもないです。いい感じ。足元見て、足元バカやばくない？これでバスケ。コンバスでね。で、あの、京之助さんとの、ワンワン動画、あの、京之助のチャンネルで上がってるんで、彼が どれだけやばい方かっていうのを、ぜひそちら見ていただければ。まずは見てからこっち戻って。もう一回戻ってきていただければ。と、はい、いうことで、じゃあ、早速、ちょっと軽くウォーミングアップして、バチバチやっていきたいと思います。デスターシャッシャッ。デスターシャボク行きますよ。どれ行ってる？誰も行きます。
ほう。まさかの結果ですね。ちょっとね、やっちまったな。これがストリートリアルでございます。舐めてかかったら負けます。そういうことだね。はい、いい勉強になりました。これちょっと僕ら負けたままでやっぱ変えなくないですか。ちょっと土下座しに行きますか。そう、やるか。泣きの1回しゃあないね。ちょっと本気出していい。コーラ取るわ。これ来たわ。俺もサングラス取る。コーラ取るわ。これめっちゃ重いです。重い、めっちゃ重い。50キロ入ってる。わ、すごい茶番入った。はい、ということで、勝負の結果、敗北ということで、オタク完敗でございます。これがストリートの世界。これがストリート、これがリアルでございます。入るからね。そう、まあ、言い訳してもしょうがないですけど、いろいろね、調べた結果、相手選手195センチありました。僕よりもでかい。サワより全然でかかった。相手を間違えました。そしてあとこのシャツ、腕が上がりません。デニム素材なんで上がりません。あと下ね。あと下、硬い。ここに来て一気に言い訳してしまう。ここに来て嵐でございます。申し訳ないです。出直しますね。やっぱね、多分毎日からやってるからストリートで。すごかった。感覚が久々になんかちゃんと負けた、うん、まあリベンジいつか。そうですね、いつかね。また京熱さんね、ご協力いただける日があれば。京熱さんのチャンネルをね、概要欄に貼っとくんでね、皆さんぜひ見てみてください。お願いします。はい、ということでまた、次回の動画でお会いしましょう。ブワー